では、この時間は外国為替情報のコーナーです。ゲストご紹介します。岡山オンライン証券投資情報部長、 竹部力也さんですすすおおよようい,すよいいますまろししく願ドル円が112円を挟んで今、111円台の69銭、70銭というところですけどもなんか動きないように見えるどうご覧になってますかもう10日間ぐらいずっと111円の90銭金峰でしたからねこれ以上、これ以下でもなく今も恐らく下値、ね、ストップハンティング的な形で下いったんだと思うんですが、はい、インターバンク市場からも聞こえてきますのが112円の50銭ぐらい、はい、そして下値が111円の50銭金、はい、それ,ぞれ オプションの設定観測があって112円に乗っかると為替予約も含めて大体9月ぐらいの予約の輸出企業の売り111円のまあ70銭台、60銭台、5年になってくると輸入企業期間とし家買いたいというような話が聞こえてきておりましたのでまあ大体ガチガチなのかなとでオプションの設定観測がえ今週末のエクスパイアリーというところで聞こえていましたでそれが先週から聞こえていたのでやはりそのイースターだとかえーゴールデンウィーク10日間の休みを意識してのまあ設定だったのかなと思う ですが基本的にはそのドル売り、円売りのセンチメント、変わってませんので、はい、ガチガチでまあどちらかに中大きな材料がまあ,あればというところだったんでしょうけれども、やはり動きがなかったねというところが実際だったのかなと思いますねつまり、為替先物を、通貨先物を実需で使っている人たちにとってみると、こここ居心地いいねっていねとうです、ね、まあそういうことになるかもしれないですね、ううこれで,、ねえー、で、投機的に使っている人にしてみると、動かないよねって、これ某、某財務省の方々とちょっとお話をしたときに、はい、動かないんですけどって話をしていたら、笑ってらっしゃいました。えー 要は通貨投票服、動かないのが一番いいわけですからね。そうだから普通に考えたら動かないのが一番いいだろうと思うんですが <laughs>、はい、そうじゃない人たちにとってみると動かないのは全然だめだよね。ダメねとこのギャップはどうしたらいいんですか もう何ともしようがないと思いますね、そうした意味ではその株式市場にとっては、ねまあ、今日はケニドリもありまして今、ちょっと下押しになってますけれども、はい、安定している為替レートというのはまあ日本経済の大動脈が日経平均株価ですから、はい、これにとってはプラスだよねというようなポジティブな見方をして、はい、で為替、まあ、特にエフク取引の方にはちょっと困ったなという話になるかもしれませんけれども、はい、個別株をまあ中心にお取引していらっしゃる方にはまあ安定しているような形にはなるのかなというふうにして前向きに取っていきたいと思いますね。 10日間のリスクって、まあ、FX の方がよく言うじゃないですか、これはどうご覧になってますか。ざっくりとって話じゃないんですけれども、はい、ちょっと私、ちょっと長いんですよ、5つぐらいちょっとポイントを持っていまして、1>, はい、1つは、まあ、先週ですけれどもね、あの萩生田さん、えー、自民党の幹事長代理代行,、はい、代行がですね、えーとまあ、10%の消費税 いいう可能性を持っていてその時の時 <laughs> 先週でしたかね私もちょうどその某インターネットドラノ門ニュースをちょっと見ていたんですよ、はいでまあ消費増税に対する判断、まあ、これ、まあ、よくよく見ると普通のことしかおっしゃっていないんですけども、はいえー、7月1日に発表され6月の短観のことを意識していらっしゃると、はい、6月の短観ということは5月の下旬から6月の中旬が中心地で6月の下旬までアンケート回収ということですからこの10日間が終わっての日経平均株価のトレンドをどういった形で見るのかでそれによって企業の,その投資 設備投資だとか投資ススタンス決まってきますよね、はいはい、その時に要はこの10日間明けでどういった株式市場動同行になっているのか経営者、財務担当者がどういった判断をするのかというところで興味あったなというのが一つ目二つ目は今、対イランへの石油に対するちょっと規制というんでしょうかね金融緩和のところ規制していたのをこれ緩和をしないでそのまま5月2日に。 というところがあって今、原油がどう上昇していて、はいえー、カナダドルだとかあとはノルウェークローネ、えー、いわゆる産油国通貨がちょっと上昇している、ね、というのはちょっと気になるのがこれ2つ目で3つ目なんですけど先週なんですけどもスイス衆議院のこれビ,、えー、ビルトっていう現地の新聞でちょっと非常にベタベタなんですけどもね、はい、あまりご存じない方も多いかもしれませんが検索すれば多分出てくると思いますがスイスの現地の新聞で、えー、ジョーダンさん総裁,総裁ですけども、えー、一段の金利の引き下げ そしてバランスシート上介入も辞さないということをおっしゃっているんですね、はい、でそこでちょっと思ったのは、まあ、要はスイスフラン安になってくるわけですけども、えー、黒田日銀の総裁の言葉を借りると上下双方向のリスクがあるなって感じたのは2015年の1月の15日にスイスフランショックというのがあって、はい、対ユーロで1.12での上限というのをもうやめたと介入なんかしないんだとなったら一気にそのユーロがガーっとなって、えーまあえー、スイスフランも もう大きくボラタイルの値動きになったとで、まあ、その時には、まあ、どちらかというと、えー、スイスフラン、高になったんですけども、ええ、今般のスイス衆議院の総裁は、まあ、スイスフラン、安のほうに誘引しているとでこれがお休み中に影響してくるのかどうかとこれ三3つ目なんですけどもであと4つ目で今、米中通商交渉をやっている中でこれかなり邪推なんですけども4月の上旬に F35 とその最新戦闘機が青森沖にちょっと墜落しましたよね。はいえー、これやはり貿易交渉においてこれ、まあえー、軍事設備だと そうしたものを購入するのが一番これ貿易赤字削減するのに手っ取り早いですよね。737も、ね、通訳しこの F35、まあ、おそらく空域、海域、まあ、あの小型空母型のまあ、ね、言葉を選ばないといけないですが護衛艦という話になっていますそこのところにまあ海域、空域,域強化していくという国防強化の中に入っていくるんでしょうけども墜落をしてしまったと最新鋭のステルス戦闘機が墜落してしまったときに日米の通商交渉で果たしてそのままこのス 高額な戦闘機を買っていってでこれ大体米国のいいねですよねはい。戦闘機とかそういうのは値引きないですからね、はい、でそれでどういった形で相殺していくのかなってこれが多分に今後首脳会談もありますよね、えー、でそれを睨んでというのが四つ目米中も一緒ですよねそうですよね,ねそうで五、ねはい、つ目になりますけども明日明後日日銀の金融政策決定会合がある、はい、そして五月の一日に FOMC がありますよと、えー、日日銀の金融政策決定会合においては物価目標2%に絶対に 全然届かず1%割れというのが去年の10月から消費物価成功も,もうずっと低迷している展望レポートぐらいはちょっと下方修正しないともう厳しいんじゃないのというところまで追い詰められている状況の中で、はいえー、そしてまあちょっと資料のところを持ってきたんです。その各国ととのの主要中銀との金、えーまあ 金利格差って言うんでしょうかね。ええ、これが縮小すると、ちょっと外貨を買ってくるインセンティブというのが。今まで以上に、ちょっと、あの、ちょっと、は、剥落するって言うんでしょうかね。ええ、まあ、まあ、そうは言っても。 日銀の、まあ、日本の円というのも絶対的にマイナスですので,でそうしたところでは味はないのは分かっているんですが縮小の動きというのが出てくるのかどうか、ええ、25日というのが一応日銀の、まあ、これ昔から元を担ぐなら対案吉日ですので、ええ、これを外してしまうと次はもう夏のお国政選挙だとか、はい、えそれこそ消費税というところすね動け,動けなくなってくるとさあ、日銀どうするのかというのが出てくる、まあ、FRB においては0.5%ぐらいは下げなしちゃいけないよねというような ことももおっっっしゃててる FR B ってる FREB 理事入く中でえどういった方向性を示すのか年内での利下げ見通しがシカゴのフェドウォッチなどを見るともう半分以上ありますのでえそうしたところでは特にドル円においてはそこでまあ金利差縮小出てくるのかなまあそれぐらいがちょっとまあ,あらあらですけど5つぐらいちょっと気になってくるこのゴールデンウィークでのちょっっとと直前で気になったところ金利差縮小とは分かるんですけどしかしマイナス金利をこう長いこと続けているという頭の人たちからすれば当たり前なんでしょうが。 不自然ですよ,ですよねどう考えても、えー、マイナス金利でこの国のためにならないよねって思うんですけども、うん、ここは是正されないですよね。自されないでよくあのそれこそ居酒屋談議になるんですけどもね、えーえー、日銀の周辺でティッシュに一万円札入れてヘリコプター弁のいうごとく、えー、配ればですねかなりまあインフレ以降も強まるよねないしはその通貨の信任性をわざと落とすっていうような形になれば、はい、円が忌避されるというような形になるのかもしれませんけども、まあ、通貨政策によってそんなことは当然できるわけもないでしょうし 4年後、5年後になりますでしょうかね、今度、診察にも切り替わってというところだとは思いますが、はい、タンス預金がじゃあ出てくるのかと、これあくまでも切り替えだけでしょうから、えー、またその中で滞在してくるって話になると、まあ、大きくまあ市中にお金が回ってくるというところには、まだちょっと至らないのかなと、気持ち的にはいいのかもしれませんけれども、な,どなかなかそこまでいかないなというところが実際かと思います、ねはい、さて、ドル円の売り買いの比率で見ていただくと、どんな感じですか、はい、現状。 交渉をしてているるところで買い比率を下げている要はロングポジションを縮小してそして、内緒はちょっと112円のところでは戻り売りというんでしょうかね売っているというところで回避率が下がってきているというところだと思うんですが基本的にはそんななにアグレッシブ性はいいと思います、えーまあ、そうして意味ではちょっと私はあの証券会社にいる人間としては問題発言かもしれませんが、まあ、今はあのポジションの縮小だとか資金の充当だとか、まああのまあ、今日は配当株なんかも今日は権利取り最終売りベビーにありますけど けどもそして FX においても明日がスワップ11倍,11倍ちょっと余計いっぱい付与されるんですよね、えー、まあそんなところは短期的になされても、まあ、ちょっとロングウィークエンドというかあの休暇のところはですね、えー、まあ無理にポジションはいたずらに保有なさらない方がいいんじゃないかなというふううに思いいますね、はい、ということで、まあ、あの平成も今週で終わりますけども、はい、FX ないしはその竹部さんにとっての平成というのはどんな感じで捉えておられますか。え私は平成元年組なんで 昭和はいなかった,のいなかったんですよ、はい、平成元年1989年、はいえー、そして一番最初にそのドル円のセクションに配属された時が天安門事件の時でした、はい、でその時からそして、まあ、あとは FX というのが外為法改正になってでそこからまあちょっといろいろ出向だとかというような形で FX の専業系、えー、証券会社とかいろいろ行ってというところであったんですけどあ、まあ、為替を専門として軸足を置いてきた立場からすると。 まあかなりもうひょっとしたら平成で一番その個人投資家さんの裾野が広がったのがエフェクスだったのかなという感じま,す、ね、まあ97年の金融ビッグバン、はい、からスタートして98年前後から個人向けのエフェ 出てきました。はい、あそこからだから平成っていうのは実は良かった世界だったんですよね。うん、であとはその9.11だとか、はい、あーリーマンショックだとか東日本震災だとかまあいろいろですねまあ海外まあギリシャショックでいっぱいいろんなのありましたね。はい、まあそうしたところではその FX の個人投資家の皆さん方を通じてまあ私が言うのは非常に僭越なのかもしれませんがグローバルに目を向けて金融市場のところ株まあ個別株も海外の動向を見るでしょうけれども特に FX の方々海外に目を向 受けるる機会をを持たたざるを得なかった金融商品というところはですね日本がこれからまあ海外といろいろこう、まあ、好き嫌いを別として交流せざるを得ないウォッチしなくちゃいけないというところでのリテラシーを広める一つの起因になったのもエフェクスだったのかなと、はい、まあそういった意味では東京マーケットワイドもそうだと思いますけれども国内だけじゃなくて海外に目を向けさせてくれたのがエフェクスだったのかな,そんな感感じじを特に感じますねまあさせられすぎちゃった部分もね。うん あるんですけね。過度に、ね、過度に海外に反応するようになっちゃったあたもあります。<laughs> ただまあそういった意味では、えー、と視野は広がっ,たっているということです、ねうですね。これが今度はいつになるか、例はまたその先かもしれませんけどね。地球が通貨統一されて。 対火星通貨だとか対木星通貨との売買というのが、はい、ひょっとしたら、えー、何百年何千五百年にあるかもしれませんけども、まあそうしたところが完全に統一されるまではエフェクスというのも多分通貨の売買と多分なくならないと思いますのでしかし、スタートして、まあ、平成の間にこう出てきたわけですけども世界で見ても。 すすごい広がりですよね <laughs> ここの個人投資家っうそうですね、まあ、そうした意味ではやはり個人投資家、まあ、我が国がまあいっぱい保有資産を持っているというところが個人の資産というのもそうしたところにリスクマネーとして流れたのかなという思いますけども、はい、まあ今後はまあそうしたバランスを見つつ、えー、まあ金融庁もそうなんでしょうけども今はバランスをもってして金融立国という形を目指しているわけですからね30年前かからら言ってますす、ね、そうです、ねはい、これをまあ早く出していって少子高齢化対策のまあ一つのまあ解決策につながるような形で なれば、私いいのかなと思います、ね。二十四時間眠らない金融大国っていうのは昭和の最後。そうですね。今はリテラシーのある金融大国、はい。うん、ちょっと難しいかもしれませんね。<laughs> なるほど。はい。わかりました。武部さん、ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。